レオンだよーん。今回はですね、今の遺跡騒動、いや、対談騒動に揺れるセレッソ大阪の、乾隆について、語りたいなというふうに思います。過去の動画でも俺あげてたんですよ。乾今後どうなるのかなって。最悪遺跡あるでって俺言ってたんですけど、どうも、噂によると、対談の可能性が出てきたと。というのは、もともとチームの輪を乱したってことでね、監督にまあいらん、なんかこうね、悪態ついたってことで、まあ約1ヶ月ぐらいの出場停止処分が下されてたんですよ。まあチームからっていう感じで。でも1ヶ月空けたんですよ。だったらもう、ね、ずっと休んでたわけだし、コンディション万全で入れるわけじゃないですか。でも合流してないんですよ、チーム。なんか体調がいまいち良くないみたいな感じで。でも結局それって、もうやる気がないというか、本人がね。っていうふうに、囁かれてるんですよ。俺も、まあ、わかるなと思って、乾の気持ちがね。まあ、どっちの気持ちもわかるんですけど、というのはね、やっぱ乾って、まあ、ワールドカップでも活躍したスーパースターじゃないですか。で、キャプテンマーク今年つけました。目標は、やっぱり J1 のタイトルじゃないですか。でも、セレッソのチーム方針としては、若い子をどんどん使っていって、で、芽が出てきたらどんどん売っていく。売るのが目的じゃないと思うんですけど、まあ、海外にね、多分、移籍していくから。で、今、例えばセンターバックの西尾なんかね、多分海外行くと思うんですよ。で、なってくると、その中で優勝するって、やっぱ、なかなか大変やと思うんですよ。チームのその、強化とかがしっかり、強化とか監督がしっかりしてないと。でも、強化はどうも、まあ、悪いわけじゃないですけど、別にそこまでなんか、代わりにすごい選手呼んでくるのかと、そんな感じでもないでしょ。じゃあ監督はって言ったら、監督はまだ監督になりたての、ほやほやの1年生なんですよ。だこれから監督としてね、いい監督なんのか、ね、その、分かれ目というか。で、そんな中で乾が、こう、勝者のメンタリティを持って、チームを鼓舞しながら戦ってたんですけど、まあ、こういうことになってしまったら、乾からしたら、これ何のために戦ってたんだなって思うよなって。俺はすごくね、熱く燃えてんだぜってアピールしてるんだけど、それがどうもこうチームが噛み合ってないというか、だから何が言いたいかって言ったら、乾のクオリティを欲してくれるチームで、やっぱタイトル狙えるチームに乾はやっぱ移籍するべきだと思うんですよ。もうセレッソにいても、まあ、せいぜい注意そして残留争いになってくると思うんですよね、実際は。なんで、俺は移籍をもう考えてると思います、高橋乾は。なんで、じゃあその前提でどこに移籍するべきなのかなって思うんですよ。言うて乾もまあいい年なんですよ。33か4なんですよ。だってなんでトップレベルであとできるのが本当にもうあと数年3、4年かなって俺は思うんですね。3、4年もないぐらい。で今ね J リーグにいるので、こっから海外っていうわけにはなかなかいかないと思うんですね、年齢的にも。じゃあ J リーグじゃないですか。で J リーグで、ある程度タイトル争いをして、乾を受け入れてくれそうなところって考えたときに、例えば J リーグの上位で言うと、まあ、禁断の遺跡のガンバ大阪と言いたいところなんですけど、ガンバ大阪行ったって、別に今優勝争いできるようなね、選手でも監督でもないんで、ちょっとそれはないかなって。で、セレッソの一応ライバルチームなんで、まあ、禁断の遺跡になっちゃうんで、まあ、さすがにそこまではせえへんかなと。で、2番目としては、そうね、コンサドーレ札幌。ミシャはひたすらね、美学じゃないですか、もう、つないでつないでつないで、崩して崩してっていうサッカーじゃないですか。まあ、安定しないです、だからね。なんですけど、セクシーフットボール、乾隆は、フィットするんじゃないかなと。なんで、去年からすると、チャナティとか抜けてるでしょ、で、あのポジションに、まあ、外国人取ってきたけど、まあ、ね、可もなく不可もなくなんで、乾っていう可能性、これあるかな。だ、第一候補、コンサドーレね。今、リサーチしてるんじゃないかな。で、2番目、浦和レッズ。浦和レッズと言いたいところなんですけど、外国人取ったでしょ、サイドアタッカーに。
ってなると実質はないのかなって。で、若返りを図ってるでしょ今レッズって考えると、レッズないかなって候補としてはあったんですけど。んで、その次は FC 東京。 F とはワンチャンあるかなと思ってるんですけど、まあサイドアタッカー今誰、左レアンドロとかアダユートンでしょ。で、結構二人ともいい年なんで、で、監督スペイン人でしょ。で、イヌイはスペインでプレーした経験があるでしょ。 F とはある気がするんですよ。 F と、コンサドーレ札幌、 F と。そう、ほんで俺共通してるのはね、俺もう日本人監督でイヌイ扱えへんと思うんですよ。まあ、日本人監督って言うてね、みんな可もなく不可もなくなんて、そんなすごいっていう監督の方いないんですよ、ぶっちゃけね。日本の中ではすごいかもしれないけど、世界的なレベルで見たら大したことないんですよ、日本人の監督なんてね。そうすると外国人がいるところっていうと、で、ある程度タイトルが狙えそうなところで言うと横浜マリノスなんですけど、横浜サイドアタッカーいっぱいあるでしょ。宮市とか、エウベルもそうだし、サイドアタッカーいるでしょ。まあただ乾はもともとね、プロ1年目横浜マリノスなんですよ。ワンチャンあるかなって。例えば宮市を右に回すとかね、エウベル右に回すとか、まあ、そういうことをしてっていう可能性はありますね。だから、コンサドーレ、F と横浜マリノス、俺あると思うね。で、それ以外で言うと川崎フロンターレは取らんと思うけどな。さすがに鬼木もいい監督やけど、使いこなせんやろ。ほんで、右に家長いるし、家長犬ってちょっと年齢高すぎるやん。あれはフロンターレないかなと思うね。フロンターレも結局若い力をね、やっぱ育てていこうっていうチームやから、ないかな。ってなると、次の子はヴィッセル神戸。俺これリアルにあるかなと思ってるんですよ。まあ、4-2-3-1 でやってるでしょ、ヴィッセル神戸ね。で、監督スペイン人のローティーナでしょ。なんか、犬欲しいんじゃないかなって。そうそう。で、今、低迷してますけど、まあ、おそらくね、来年あたりには、まあ、タイトル狙えるチームになるんじゃないかなと思うんですよね。ローティーナが継続してやっていければ。なんで、ワンチャンあるかなって。左サイド、今ね、ボージャンが使われたり、武藤がサイドに回ったり、あと誰？あとなんか、レッズから来た、なんか、そよぎ？サイギ？わかんないけど、なんかそんなやつがやったりとか、定まってはいないんですよ。だから、乾ワンチャンヴィッセルあるかなって、同じ関西ね。まあ、家族ともそんな離れ離れにならんで済むでしょ？別に、神戸タレやったら。なんで、結論出ました。乾隆は、そうだな、出ましたって難しいな、どっちかな。俺の中でリアルに思ってんのは、コンサドーレかヴィッセルだと思うんですよ。結局ね、東京の方、関東のチームは、別に乾も年齢的に上なんで、そこまで取らんかなって。ただ、ミシャとかは、美学があるから、うまいやつ好きだと思うんですよ。まあ、うまいだけじゃダメだと思うんですけど、ある程度うまいやつが好きだと思うんで、コンサドーレワンチャンあるかなって。で、乾もずっと、J リーグね、セレッソのなかったし、関西離れてって気持ちもあるかもしれないですけど、コンサドーレか俺ヴィッセルだと思うんですね。まあセレッソの残留もないと思うんで。どうかなぁ、どうか、どっちやろ。まあでも、結論出ました。ヴィッセル神戸に、移籍すると思います。移籍した方がいいと思います。多分この動画乾隆見てると思うんで、ぜひともね、参考にして、ヴィッセルを、順位をね、上げてもらいたいなと、いうふうに思います。ありがとうございました。